僕は見つけた郵便箱の中の手紙、ただの短いおなじみの手紙は一ページの長さにも足りなんだ。そいつは僕に墓に入った方が死んだ方がいいと内緒話、裏を見た何も書いてないただの短いおなじみの手紙、ただの鉛筆と紙だけでピストルもナイフも何もいらない、ただの短いおなじみの手紙が僕の命を通ってしまう、君の命も通ってしまう。僕は見つけた郵便箱の中の手紙。